21世紀初頭、15歳から17歳までの少女たちが世界中でバタバタと死に始めた。そしてさらに驚くことに、死んだ少女たちはハイチの言葉で言うゾンビとなってよみがえった。誰が言い出したのか、屍少女たちはステーシーと呼ばれ、それは世界共通語として各国の百科事典にも掲載された。私ね、エイコっていうの。私はね、多分あと1週間もしたら死んで、それからステーシーになるのね。ありがとう。ごめんね。大好きだよ。